じゃあ、こんにちは、杉高さん。はいはい。まあ、ここ数年はちょっとコロナで野球界もいろんなルールが変わったりなどありましたよね。そうだな。はい。例えば、まあ大きく変わったのはさ、はい、やっぱ延長がなかったということだよね。そうですね、うん、去年は9回でもう打ち切りっていう形にしてたんですけれども、今シーズンは元に戻し12回、延長12回までということになるんですけれども、さあこうなってくるとチームによってはあれ去年良かったのに今年はだったり、去年悪かったけど今年はってなってくるチームももちろん出てくる。まあそれはもう当然なるよね。でやっぱりさ、過去のデータ見ると、はい、一番多いので20とか引き分けとかあったわけでしょ、はい、まあ、それが大体1桁だもんね。そうなんですよ、フルシーズン戦って延長12回の場合は。そうで、2019年度の例えばセ・リーグで見ても引き分けって一番多いのが阪神の6で、あとは大体2とか3だけだったんですよ。そうでしょう、はい、それが去年、まあ、9回打ち切りになると一番多いので巨人の20で、うん、少なかったとしてもその阪神の10という。いやだから、はい、もう途中から7回8回9回、はい、もうそれで終わるわけだからさ、はい、だからどんどんいいピッチャーをつぎ込んでいけたよね。そうですよね。だから結果的に引き分けになるという。はい、だからその7、8、9の失点率っていうのは各球団とも結構良かったと思う。そうですね、失点しない率の方がね。逆に言うとその延長10、11、12で決着がつくっていうことが多い。まあ、いやそういう解釈じゃなくて、はい、行きそびれて点を取られて9回で1点差で負けるとか。ああ多分そういうことだから、3つのポイントがあると思う、はい、まずは選手の層が厚いのかっていうこと、うん、特に投手陣だよね、はい、中継ぎだよね、うん、まあ、それと野手で言えば、うん、代打が誰を残しておくかとか、はい、まあ、そういうことにもなると思うんだよね、はい、それと2つ目はやっぱ監督の手腕だよね、はい、うん、まあ、そういうこともあるし、まあ、何回でどのタイミングで交代するかとか。そうだね、はい、だからその、まあ、ピッチャー、代打、監督の手腕、はい、この3点だと思うんだよ、うん、だから言えば昨年変わった監督、はい、まあ、三浦監督なんかは9回打ち切りから監督業がスタートしてるよね、はい、で延長12回、じゃあピッチャーの組み立てってどうしたらいいのっていうこともあるし、はい、うん、まあ、逆に言えば原監督なんていうのはもう慣れてるよね、いろんな変わったパターンを。だって9回で打ち切りだっていう風になればさ、はい、いいのをつぎ込んどきゃいいっていうような形になってくるじゃん、はい、だからもうつぎ込んだから20引き分けることができたわけでしょ、まあそうですね、負けずに済んだというね、はい、これが延長12回、じゃあどうやって乗り切るかっていうことはもう百戦錬磨だから分かってると思う、はい、だから高津監督なんかもやっぱちょっと、うん、じゃあどうするかっていう。そうですね、去年だから9回だからいいピッチャーをつぎ込めて絶対大丈夫という気持ちでいけたけど、はい、あと3イニングあるっていうふうになってくると絶対が多分になってくるんじゃない。多分大丈夫って多分そうかそうかぐらいにやっぱ変化はしてしまうということだよね。そうですね、うん、でも、まあ、中継ぎか豊富なところ、あと例えば先発でもより長いイニングをやっぱり投げられるピッチャー多いところ。いやそりゃそうだよ、スタミナ勝負にもなってくるしね。そうですよ、だから例えば3回とか4回で交代なんかしてる場合じゃなくなってきてしまうってこと、うん、まあ、そうだよね、だからもうその試合の見極めっていうのも大切になってくるよね。3イニング伸びるっていうのもさ、相当選手にとっては負担になるんだよね。あ、まあ、1年間戦った場合はね、はい、だからそれなぜかというとやっぱ森内が今言ったようにピッチャーが3、4回で降りたとしたら、はい、その前倒しで投げていくピッチャーがどん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 ね疲弊してくる。だからそれが1年間トータルになってくるとやっぱ選手の層が厚くないといけないという、はい、で延長12回ということになってくると秋吉がいるんじゃないかと。ああ、そういやまさにそうですよね。まあまあそういう風になってくる可能性もあるよね。一枚でも一人でも多くなって、まあ、本当に実績があって投げれるピッチャーがいるようになってくるよね。はい。うん、だからそこら辺の豊富さとかね。で代打、はい、まあ例えばそのヤクルトなんか川端、はい、差し込みどころっていうのはここでいいのかとかさ、本当に難しいと思うよ。その代打は通常だ、じゃあ延長12回だとすると何人ぐらいいると安心なものなんですか、ベンチっていうのは。やっぱり切り札が2枚欲しいよね。2枚はそうなんですか、ね、右左で。あ、贅沢言えばね、はい、まあ川端だったら1枚でもいいよ、右も左も打てるから、はい、だけどやっぱり差し込みどころっていうのを間違えたらもう
切り札がいなくなってる状態で延長入っていくと不安になるし、だからセ・リーグは難しいと思うよ。パ・リーグよりもやっぱ難しい。やっぱりピッチャーのところで代打もいるしさ、はい、で替え時っていうのも難しいし、うん、ここで変えるかもう1イニング生かすかとかさ、はい、あ難しいなって思うよ。まあ、パ・リーグの場合は、まあ、ピッチャーが打席に立たない分だけ、うん、まあ、代打もそんなにいらないしね、はい、だからそんなに、まあ、負担にはなることは確かだけども、はい、だけどセ・リーグほど難しくはないよね。伊藤さん先ほど 3つのポイントとおっしゃってた、そのうちのまず1つ目のじゃあ投手が豊富なところ、特に中継ぎってなると有利なチーム、ちょっとセ・リーグ不利なチームってありますか？これはね、やっぱ蓋開けてみないとわからない。あ、例えばヤクルトがいいんじゃないかとか阪神いいんじゃないかとか、逆にこのチームがちょっとそこ弱いんじゃないかとか補強した方がとかあります？やっぱり広島がちょっと不安定な部分はあるのかなっていうふうに思うよね、うん、他のチームっていうのは、はい、まあ、そこそこは揃ってるのかなっていう。 DeNA とかも、ね、DeNA っていうのは山崎康明、三島っていうのがクローザーでその座を争って戦ってるようなそんなチームだから、はい、まあ、2人がそうやって投げれるっていうことになるとすごく厚みが出るよね。確かに。それとその前に投げるピッチャーたちっていうのは割と豊富にいるんだよ、はい、じゃあそこまで不安だから、そこまで不安ではない。巨人はどうですか、中継ぎ。まあ巨人も外国人が2人いるしね、はいはい、あの外国人っていうのはもうスタミナもあるしさ、うん、だからそんなに不安では俺はないと思う、ね、おじゃあやっぱカープがそうなってくると若干不安かなっていう。まあ栗林がいたからね、昨年そうですね、良かったけど、はい、まあ、今年もいるんだけどさ、はい、だけど去年の疲れは取れてるのかっていうこともあるし、うん、はい、でやっぱり中継ぎ陣が、まあ、昨年崩壊をしててね、うん、まあ、最後の方は立ち直ったけども、はい、崩壊してるからちょっとなかなかね、栗林の数字も最後の方は伸びなかったけども、うん、まあ、ちょっとやっぱり中継ぎを誰をどうするんだっていうのがちょっと不安なだけで、はい、駒はあると思うんだよ、うんうん、駒はあるんだけどもちょっと誰をどう持ってくるのかっていうのが不安だよね。阪神と中日はどうですか、ね、阪神は大丈夫だと思うよ。ピッチャーは結構優秀なピッチャーが多い、うん、はい、中日も多い、まあ、ピッチャーそうですね、多い多い、うん、岩崎とか取ったしね。そうですね、取ってよかったです、ね、だからあの子は1イニングというよりも2イニングもいけるし、はい、だから中日もそんなに不安じゃない、うん、じゃあ今度は代打が切り札っていう面で見るとどのチームが、やっぱり巨人がいいよね。いいですよね巨人がやっぱ豊富にいるよ。いますもんね。いる、だからいいと思うよ。逆に阪神とか代打ってなった場合はどうなんですか、うん、ちょっと弱いかもな、うん、なんか若手がね今育ってきてる中でっていう、まあ、ただあそこは代打というよりもダイソーがいるからさ、はい、あ、走ろう、ダイソーがやっぱ 2,3 枚いるでしょ、はい、これは大きいと思うよ。あ、延長でチャンスが例に出た時だっていう、そうそうそう、ただ回が長くなれば長くなるほどミスも多く出るっていう確率が高いからね、はい、阪神は気をつけなきゃいけないけど、はい、レギュラーが延長になって出た時のダイソーはいるということだよね。それは足は使えるっていうのは大きいと思うよ。じゃあ DeNA どうですか。 DeNA はだからそういう布陣を組めるかどうか、だからその全体的にレギュラーの足は遅いにしても、はい、やっぱ控えにその足を使える選手を配置させておくかね、うん、控えに回しておくか、はい、まあ、こういうこともやっぱ作戦の一つだから、そうです、ね、だからすごく12回になって、はい、いろんな手の打ち方っていうのが各球であると思うから、はい、だからすごく面白いと思う、ね、ですよね。あとは誰をベンチ入りさせるかとか、いやだからそれも面白いと思うですね。去年とはまた戦い方が違ってきますね。いやもう全然違うよ、駆け引きは、うん、だから監督は頭痛いと思うよ。それは9回で終わってくれるって、うん、それはこれほど楽なものはなかったと思うよ監督にとって、はい、でも3イニング投げて、はい、そこをこうやりくりを考えなきゃいけないっていうのはすごく難しいことだと思う。そうですよね。さらにこれ例えばコロナで本当に数名陽性でいなくなった場合にまたそこに誰を上げてこなきゃいけないかとか、そういったものも入ってくるんで、まあ、3つの中の選手そうだよね。やっぱ選手層が大きいですね、うん、だからピッチャー、はい、まあ、特に中継ぎの、はい、で代打、代打、あとは監督の手腕、はい、この3つだと思う。ということは今シーズン去年とはまた違う順位になってくる可能性ももちろん、いやだけどさ、はい、引き分け見て楽しいか。いや私は決着つけてほしい。そうだろう、やっぱ勝負ごとだからさ、はい、
なんかさ、タイブレークでもいいからなんかつけてほしいですよね。いや、そりゃそうだよ、うん、そりゃそのために応援してそのために見に行ってるわけだから、はい、だからなんかドラマでもさ決着を見ない終わり方、はい、え、結局何好きだったの嫌いだったのみたいな好きだったの付き合わないのみたいなさ、え、どっちみたいな、消化しきれないですよね。全然消化しきれない。そうですよね。これじゃつまんないから、はい、やっぱ今年は決着をつくということでね、はい、まあまあ決着つく試合が多いということで、はい、まあ、楽しみにしたいけどね。そうですね、はい、はい。